朝来たりとか。まあそうですね。ところどころ機械もなくなりましたから。機械もなくなったってどういうことですか。あの寿さんにお嫁に行った機会があるってことで、はい、もうこの辺もないから、この辺もないから。ああ、そっか、寿堂さんの方でもう作るんです。今後。今後。ああ。で5月から販売ということで。あ、5月から販売。はい。このお茶も。あ、お茶は、うん、お茶は自宅の方にお店がありますので、お茶は自宅で販売します。なるほど、はい。ようここでいただいて、あ、ありがとう。ここで食べるのが良かったんだよねって話してて。そうですね、ね、それこそコロナの前なんては、そうですね、料理この値段表がいるって言うならあげるし、はい、でもこんなの見たからね。いや、僕もあんまり、このごめんなさい、この値段表はあんまり見てなかったです、うん、今まで。これ何だったんですか。あ、これはソフトクリームのコーンを、あー、なるほど、するものです。これはもう、はいはいはい、あの、ことぶつかりですよね、はい、うん、いやいや、そんなもらっていかないです。お客さんを見てたんだなと思って。美味しそうに書かれてますもんね。ですね、うん、あ、躍動感ある感じが、うん、あれ、これはなんか、なんかこれはランプでも入ってたんですか。前ね、ここにランプがあったけど、うん、それはもうほぼ使わず、はい、ここにソフトクリームもう持ってきてたから入れたけど、あったあった、こういうなんかソフトの、うんうん、バニラミックスチョコとかがあって、うん、で二世さんの、うん、にっくんとせいちゃんのお人形がギュッと入ってて、そのもうみんな、あ、もう旅立ってってしまったって話か。はい、